なんぼの可愛い、なんであんなに可愛い生き物がいるのに戦争はなくならへん。静岡だけどワイワイの話し方好き。ああそうやな、俺も好きやで。お前のこと聞いて、俺も好きやで。お前と麦茶好きやで。俺お前と麦茶が一番好き、この世の中で。安心して、お前と麦茶が一番好きやから。ほんまにそのキモって言った、キモって言った高橋、戦争と高橋は嫌い俺。戦争と高橋は嫌い。同率首位俺とかで、それぐらいもうあれやから俺。まあ一回こっち行こう。75号の家が確かめてここやね。これな、ご飯だよ、ご飯、ご飯だよ、ご飯。そんな言い方ある？パッて左曲がった。おい、カボスが今年で終戦からもう40年なんだね。終戦？戦争が終わった時のことよ。小野の地の向こう側に大きな大きな町があって、そこに戦争が終わるちょっと前、原子爆弾が落ちたの。すっごいたくさんの人が死んだんですよ。だね。そっか、キミコちゃんのお母さんの出身地だもんね。ああ、そうなんや。八島の造船所も何度も何度も飛行機に狙われて、働いてた学生たちまでたくさん死んじまった。その年の暮れから除夜の鐘の代わりに船が108回の汽笛を鳴らすようになったのさ。いや、そうなんや。よっしゃ、じゃあ食べよう。うん、食べよう。いただきまーす。俺もでもそうやで、戦争やっぱ俺はあんま好きじゃない。嫌いやもん。好きくない俺は戦争。戦争とセロリのサラダは嫌い俺は。ほんまに許した感を持てるもんね。ごちそうさまでした、ごちそうさまでした。あ、いいや。羊、いや、ほいな、はい。なんか曲作れへんよ、そんなん。もう全然作れへんし、音楽の才能は私はないからね。音楽の才能はっていうか何の才能もないからね、私なんて。ほんまにみんなもなんかあるんかな、これに関してはっていう。別にね、社交性が良いわけでもないしね、見てくれがいいわけでもないし、美的なセンスがあるわけでもなければね、運動できるわけでもなし、なんもないからね、ほんまに。僕のコメントだけが画面に、あ、流れたね。なんとか今なんかあるかな。強いてあげればなんやろな。一発もしさ、一発どこにでも自分を起用してできるとするやんか。自分がこれになったらちょっとは才能は開花できるんじゃないかっていう。なんやろ、総理大臣かな。うん、総理大臣。俺がもう総理大臣になったらもうほんますごいことになるよ、多分この国は。多分ね、政治にならんと思う。うん。政治にはならん。うん、ちょくちょく本で出てくると思う俺。ちょくちょくこうなんか8時ぐらいになって公務が終わったら、あ、お疲れした、今日もって言ってちょっと雑談すると思う。今日ね、ちゃうんですよ、今日厚生労働大臣の なんとかさんとさ、めっちゃ喋るよ、ほんまにあの人早口やから分かりにくいねんとかいう放送を夜の8時にする。8時だよ、国民集合っていう番組で、それこそなんか番組作ってもうて、それでやる。で、たまにだから、親戚の何々ちゃん子供産んでやーって言うて、俺、なんとか言うの、俺は行かなかったけどさーって言って、でも俺、ロシアのさ、外務大臣と話してなあかんけさーとか言って、どうしようかな思ってるけど、どうしちゃえ、みんな、みたいな、とかを、D ボタンで
投票してもらうっていう。青の方はロシアに行け、赤の方はノリトを述べようとか、なんかアンケートとかして、はいアンケートの結果出ましたとか言って一人で。いやでも逆にどうなるか見てみたいよ。逆にどうなるか、もうそういうなんかこねくり回す政治をしない、一切のあかんことはあかんって言うてまうみたいな、いいことはいいって言うけどっていう、あかんことはあかんって言うみたいな、そういう。で俺言うもんちゃんと、ほんまトランプさんとか言って、ちょっと英語わからへんごめんなって言うて、ちゃんとちょっとごめん英語俺わからへんけどって言うて、言うて言う、俺はみんなこうやって言うてるって言って俺言うもん、みんなはこうやって言うてますって言うて言って、あの言うようにする。俺は40歳以上には嫌わ、そうよ嫌われるよ、ええねんそんなもん、嫌われても YouTube でそういうのをね、あのできるかもしれないね、総理大臣になればね。総理大臣とかっていうか、なんかね自分の能力をどうこうっていうのがないからな。だからどこに自分は属せばっていうか、どこに身を投じれば自分の才能が花開くのかなっていうのは考えることあると思うね、みんなも。例えばどの就職先に就職しようかなとか、でも答えが出えへんのよね俺の場合は。いけーって叫びながら戦争始めそう。いやもう戦争は嫌いか俺は。戦争と肌荒れが一番嫌いか俺は。っていうのも言う。ほう。それってか言った上で受かってるから俺それ。一郎草野球すんの？なんなん？草野球するって。よし。あ、ヘイの曲ってこれか。よし。戦争の次に何嫌い？戦争の次、今までは戦争とプルトニウムが嫌いやってんけど、まあ今はあれかな、あの疫病戦争と疫病が嫌い俺。ほんであれ好きなのは子供の笑顔となすびが好き俺は。そう俺のプロフィール欄にそれ書き加えといて、絶対に忘れんといて、ほんそれを。それとママから3番3番ありがとう。おい何やねんこれ、ポケットに引っかかるってこんなん。わいわいスマホロトもだからポケットに入らへんって、だからこんなんはこんな形ではポケモンが入ってんって。これロトムっていう最新型のスマートフォン、便利なアプリを起動できる新しいスマホ、説明書を読み上げんの。道に迷ったら Y ボタン、マップが見れて便利みたいよ。大事に使ってね。言ってる。うん。そう、でもながらスマホになるやん、そうやったら。俺、それはちょっと良くないわ。戦争と差別とながらスマホは良くないと思うもん、俺は。悪いけど。待って、まず確認してみよう、これ。白っ！あとは、ね。かは、俺がこの世で怖いものはシリーズっていうのもあんねん。とか、で、俺たまに言わへん。俺がこの世で好きなんは子供の笑顔と何々やとか言うやん。そういう、長いか。なんか言うた俺、これ言うたんちゃう、どっかに。言うたから入ってるんちゃう。入ってんのに言うてへんってことはもう使えへんってことやからな。俺がこの世で怖いものは人間の悪とプルトニウムだけって書いてんねんけど、これは俺言うた。これ俺言うた、こんなこと言ってたんやな。ほんだ俺がこの世で怖いものは人間の悪とプルトニウムだけ。かっこええやん、めっちゃかっこええやん。なんかあるかな。あ、これにしようか。じゃあこれするわ。これかっこよくない？風天やろ、だいぶ風天。ほら、俺がこの世で怖いものは人間の悪とプルトニウムだけ。どこ見てんのかわからんけど、上半身えぐないのか。俺でもいつか、何やったっけ、何万人いたらとかじゃなかったと思うけど、電車の車両1個貸し切ってワイワイチャンネルってやつ、週刊現代とかが乗ってるところに、俺あこにワイワイチャンネルっての乗せたろうと思ってんねやん。ほんまに俺が怖いのは戦争とプルトニウムだけみたいなの書いてるやつ。なんやねんそれの歌う
ちゃうけど沖縄の挨拶はメンソレ。